高松市の阿字牟礼地域へやってきました。石材産業で有名な地域です。石屋さんの倉庫を改装したとても雰囲気のいいお店があるので行ってみましょう。いろんな国のものが集まってますね。店主の方がいろんな国から買い付けに行って集めてくるそうです。食器からこういうランプですね、アンティークのものがいろいろ揃ってますね。駒立岩に来ました。ここは源平合戦の時に那須与一さんがあの岩のところから矢を射て船の上にある的を落としたことでも知られています。この辺りには石材屋さんがとても多くて、現在石あかり労働というお祭りが開かれているので行ってみましょう。ビー玉とかガラスと石を組み合わせてるんですね。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。